この後はコント、ヒルアのアンサイクロペディア。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのは図紙。流派は神言流剣法図。10万人に1人の素質があると言われてるっす。俺たちは1000万人に1人だけどな。おっ、師匠、神言流剣法の師範代。かなりの念の使い手みたいだな。あ、ウィングさんってシャツ出てるよね。寝癖者。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのは木の武器は念の込められた武闘駒。自身も駒となって身を守り攻撃してくるぞ。ぐるぐる回る。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはハンター、仕事を紹介する仲介や、クラピカの訪れたところは見つけづらかったみたいだね。それを見つけるのはプロハンターとしての条件なんだよな。カンパ、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはリールベルト。溜めたオーラを吹き出して黒マイスを操るよ。武器は2本のムチ。このムチにも何か秘密がありそうだな。ムチムチ。カンパ、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはカストロ。五本剣の使い手。念によって作り出された分身ダブルは厄介だぜ。このダブルによって完成したのがシードの五本剣、五本神剣。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはサダソ。ギド、リールベルトとともに200回で洗礼を受けた連中の一人だね。見えない左腕はヤツの念だね。そうだね。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはコ、ああ、いつも試合を実況してるやつか。闘技場にコッコちゃん何人いるのかな。そりゃお前一人だ。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはヒソカ。粘土ゴムで標的を引き寄せるバンジーガムと、粘着性のあるドッキリテクスチャーで物の質感を再現。すげえ。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはゴン。俺、ゴンはハンター試験の時に出会った俺の初めての友達。くるくる変わる表情と何考えてんだかわからないところが一緒にいて飽きないんだよな。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはミトさん。俺の育て親でも俺にとって母親はずっとミトさんなんだ。俺もミトさんみたいな母親が良かったな。最高だよ。ちょっと口うるさいけど。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはジン。俺は親父に会うためにハンターになったんだ。ところで親父さんの欲しいものってなんだ。必ず親父を見つけ出してその答えを聞くんだ。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのは水剣。クラピカの師匠、放出系の能力者だ。念の師匠には出会うべくして出会ってるんだね。俺たちもな。それフレアも多少の縁ってな。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのは旋律。心音から心理状態を読み取るぜ。すごい聴覚の持ち主なんだね。ねえキルア、俺のチョコ食べた？にゃー、顔に出てる。コント、キルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはネオ。ノストラードファミリー組長の娘。趣味は人体収集。念能力はラブリーゴーストライター。俺だったら自分の未来を占うな。それはできないらしいよ。コント、キルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのは場所。読んだ俳句を実現するグレートハイカーに注意だ。ここで一句。このコーナー、心と時間の戦いだ。字余り。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはベーゼ。念能力はインスタントラバー。色仕掛けで男に近づき気があるように思わせてキス。男性諸君は気をつけろ。うーん、ジュ。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはリンジュ。マフィアンコミュニティ重労働の武闘派集団。どんなやつがいるんだ。フクロウ、ミミズ、ヤマイヌ、ヤマラシ、ヒル。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはザルツオルネ。ネオンの護衛団のリーダー。あんなわがままお嬢様のおもりは大変だって。俺だってキルアのおもり大変だよ。何言ってんだよ。俺が。コント、ヒルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのは
スコアラ、ネオン護衛団の一人。念能力は犬を操る能力、操作系だ。実はネオンの付き人エリタさんと交際してるんだよね。ニャンニャンワンワン。カンタ、キルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはウボウギ、旅団の一人、強靭な体の持ち主。念を込めた右ストレート、必殺技はビッグバンインパクト。カンタ、キルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはしずく、旅団の一人。掃除機デメちゃんを具現化するよ。生きてるものは吸えないぜ。容量は計り知れない。吸い込まれたらどこに行くんだろうな。それはギョギョギョ。カンタ、キルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはマチ、旅団の一人。変化系の能力者、オーラを糸状にした粘子を操るぞ。必殺技は粘子縫合、切断された体を縫合。ピッタンコ。カンタ、キルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはフランクリン、旅団の一人。放出系の能力者、必殺技は粘弾を放つバブルマシンガン。威力向上のため自らの指を改造。ドドドドド。コント、ギルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはフィンクス、旅団の一人。強化系の能力者、人体を貫くほどの腕力の持ち主。たまにエジプト風の衣装着てるよね。名前だけにな。コント、ギルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはシャルナーク、旅団の一人。知識が豊富で頭が切れる知性派。念能力は対象者にアンテナを刺し自身の携帯で操るブラックボイス。コント、ギルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはコルトピ、旅団の一人。左手で触った物体の複製を右手で具現化する能力、ギャラリーフェイクには要注意だ。もしかして俺もフェイクかもよ。え、コント、ギルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはボノレノフ、旅団の一人。顔も体も能力も包帯と謎で包まれているぞ。ぐる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 。コント、ギルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはフェイタン、旅団の一人。趣味は拷問か。いい趣味してるぜ。グリードアイランドにも興味があるでよ。お前にその口調は無理だな。に、コント、ギルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのは信長、強化系の能力者。半径4メートルの円を使う居合の達人。オーラを刀にまとい敵を一刀両断。両断冗談。コント、ギルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはパクノダ、特質系の能力者。人や物に触れることで記憶を読み取る能力と、読み取った記憶もしくは自分の記憶を具現化した弾に込めて撃つメモリーボム。コント、ギルアのアンサイクロペディア。今日ご紹介するのはクロロ、旅団の団長。特質系の能力者、他人の念能力を盗み自分のものにするスキルハンター。使うのは条件が必要なんだよね。東か。この後はグリードアイランドチュートリアル。今日から始まったグリードアイランドチュートリアル。チュートリアルって何？説明書だよ。毎回ゲームの中身を分かりやすく説明していきます。ポチッとな。おコンテニュー。出てくるカードの解説は本来ハンター文字で書いてあるけど、分かりやすくするため日本語変換してお送りしていきます。ゲイン、オッケー、オッケー。コンテニュー。今日紹介するカードはリターン。これは一度行ったことのある街に一瞬にして飛ぶことができる移動型カードだ。リターンオン、ミトさんとこ。ゲームエリア内だけに。え、コンテニュー。今回紹介するのはゴッドアイ。シャルナークが欲しがってたね。このカードを使うと指定したカードの説明やそのカードを持ってる人数、合計枚数が分かるんだ。俺も欲しい。コンテニュー。今日紹介するのはブループラネット。ビスケがこのゲームに来た目的の一つだね。こんな石ころのためにわざわざ来るなんてとんだもの好きだな、あのババア。コンテニュー。今日はリーブのカードを紹介するぜ。これで現実世界に戻れるのか。いいな。帰りたきゃフリーポケットのカード置いてけよ。このネタ10名は。コンテニュー。今日紹介するカードはブラックアウトカーテン。これを使えば他のプレイヤーにバインダーの中身を覗かれなくて済むぜ。キルアだったら覗かれてもいいよ。はあ。コンテニュー。
今日紹介するカードはロトリー。これを使うとランダムに1枚何かのカードに変身するんだ。だからリスキーダイスとの併用が有効なんだね。お、ギャー、コンティニュー。今日紹介するカードは税務庁のコテ。アイテム化して装備すればプレイヤーからカードをランダムに奪うことができるんだ。何度でも使えるよ。コテ、コンティニュー。今日紹介するカードは聖騎士の首飾り。カードが本物かどうか見破ったり、スペルでの攻撃を跳ね返したりできるカードだ。キルアは本物？え？コンティニュー。今日紹介するカードはアカンパニー。20メートル以内なら何人でも一緒に移動できるんだよね。じゃあプレイヤーの体が21メートルだったら？プッシュー、コンティニュー。今日紹介するのはコンタクト。出会ったプレイヤーとバインダー越しに交信できるんだ。さっきから何やってんだ？宇宙人との交信。うわ、すっげー。コンティニュー。今日紹介するカードはクローン。指定ポケットの中からランダムに1枚選び、そのカードに変身するぞ。お、貧富少女ケイン。うへへ、コンティニュー。今日紹介するのはフェイク。ナンバー1から99のどれかに変身できるカードだ。でもコンプリートの対象にならない。アイテム化もできない。おもろいフェイス、コンティニュー。今日紹介するのは大天使の息吹。怪我や病気を治してくれるカードだ。ミトさんもよくやってくれたよ。は？痛いの痛いの飛んでいけ。コンティニュー。今日のカードはトランスフォーム。手持ちのカードが好きなカードに変身するぞ。ゴン、早く！トランスフォームを金粉少女。ギフ。ギン。超速い。コンティニュー。今日でグリードアイランドをクリアだな。俺たちもいっぱいカードを紹介したね。カードを紹介したのは俺。お前は。ゲームオーバー。